自分が働いてお金を稼ぐってことは結構一生懸命やってたりするんですけどね、私はそれとは全く真逆のお金に働いてもらって増えてもらうっていうね、そんなことを教えてたりするわけなんですね。お金に働いてもらおうっていうのに気づいて、うん、でも気づいたって言っても、気づいたら誰しもがそのお金に働いてもらえるようになれるかって言ったら、まあちょっと、うん、もうこれってなかなか難しい世界だと思うんですけど、そこはシャンティさん、うん、何一つ苦労せず、あのね、僕ね、シドニーに住んでた頃ね、はい、93年ぐらいかな、うんうん、その時にアメリカの大富豪でマーズファミリーっていう方がいらっしゃったんですよ、はい、でこのマーズファミリーってね、M&M チョコレートの創業家なんですね。すごい、うん、でシドニーにいる時は、はい、そのマーズファミリーはね、 M&M チョコレートはまあ別でやってたんだろうけど、マスターフーズっていうペットフードの会社やってたんですよ。はい、でそこのね、関係者からお金の秘密を教えてもらったんですよ、30代の頃、若かったけど。あら、でまだお金ないんですよ、30代だから、はい、でもね、お金 できたら絶対やってやるぞって思ってたんですよ。それほど衝撃的だったんです、そのお金を働かせるってことがね、はい、なので自分が、まあ、そうやってピンチになった時にそれを思い出したんですよね。あ、そういえばと。で自分でいろいろ、やっぱりお金の健康、体の健康、心の健康ね、この3つに関して僕、あの探求心が旺盛で、うん、結構いろいろ探求するわけですよね。はあ、なるほど。それで、はい、あのお金を働くってどういうことかなっていうんで、いろんないいものを引き寄せていって、うん、まあ1つ見つけるとね、はい、2つ目3つ目が見つかるわけですよ。うん、それで、はい、そういうことをね、分かち合うようになってったんです。はあ、すごいですね。うん、そうするとやっぱりね、お金がね増えてね、怒る人っていないんですよ、不思議なことに。うんうん、お金増えるとみんなにこやかになる。はい、それでどういうわけか、お金が増えてんですよ。ところがね、うん、お金が増えたこと自体を喜ぶよりも、うん、心から安心感が得られたとかね、自分の好きなこととかビジネスに集中ができるようになったとか、心に余裕が持てたとかね、うん、なんかね、そういうメンタル上のね、うん、すごくいい副次効果が出るんですよね、皆さん。はあ、なるほど、ね、皆さん言う人がすごく多いの。今やっぱりお金が増えて制限がパーンと外れるんだよね。はいはい、外れるとなんか自分が豊かになって、なんかちょっと余裕が出て、うん、でビジネスに集中するとか、やりたいこと今までやれなかったのをやり始めるとか、うん、安心感、心からの安心感ってなかなかみんな得られないんですよ。うんうんうん、そういうのが得られて、なんかやり始めるとすごくいい感じに成果上がってきそうに思えませんか、起業家さんでも。いや、もう本当そうですね。今シャンティさんね、さっきさらりと言いましたけども、そのいわゆるビジネスマンとしては、その体の健康と心の健康だけじゃなくて、お金の健康っていう言い方をしたんですよね。そうです、そうです。この考え方って、普通の方って、まあ多くの方はお金の健康、いやそんなこと考えたことないよって方多いと思うんですけど、うんうん、これ密接にその3つがつながってるってことですよね。そう、そうなの。本当にお金がパコーンって外れると、なんか心が豊かになったりとかね、はいはいはい、体の調子が良くなったりとか、ちょっと前向きになんかいろんなことをやり始めるとか、いや本当多いんですよ。いや、これね、僕もやっぱりそのコーチングとかってやってると、そのメンタルとフィジカルはつながってるとかっていう、心と体はつながってるっていうところは、まあ学んでますけれども、確かに今のそのお話聞いて思ったのは、明日生きていけるかどうかわからないとか、お金の不安がある中で、うん、心身ともにじゃあ健やかになれるかって言ったら、確かにもう
ドキドキしちゃうわけですよね。そう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 。でも今のお金の健康っていわゆるお金が勝手に働いてくれて、お金が増えて、あ、どんどん増えてるなーっていう、そういう状況だったら確かに心身ともにパコーンってなりますよね。そうそうなの。そのね、やっぱりね、知らず知らずのうちにね、すごいプレッシャー受けてんだよね。やっぱり一生懸命、ほら、みんなもがいてんだよ。あの次のステージに行くために、あるいは家族のために、はい、生活のために、はい、子供のために、うん、みんな次に行こうと思って一生懸命やってる。それは一生懸命やってんだけど、結構ね、うん、お金っていうことでね、プレッシャーを知らず知らずのうち受けてるから、これがポンって外れると、はい、なんかね、すごく心の中のいいフレグランスがね、香りが出てきて本来のあった自分を表現し始めるわけですよね。はー、なるほど。いや、そういうことですか。皆さんいかがでしたでしょうか。もしね、あの気に入っていただけたら、ぜひ、下のところからチャンネル登録をよろしくお願いします。